この子が動物病院の里親募集コーナーに来るまでの経緯を、野良猫の保護のボランティアをされている方から聞きました。最初に発見された時には、全く人に慣れていないので近づくこともできなくて、保護用のケージに餌を置いて長時間待ってやっと保護をしたそうです。毛色の感じからは幼猫の血が入っていそうですが、飼い猫ではなく野良の親から生まれた子なんだろうと思われます。20年のキャリアのボランティアの方の目にもこの子は大変だと渡ったそうで、去勢手術とワクチン接種を済ましたら、元いた場所に返すことも考えたそうです。それというのもなかなか人になれない猫の場合、里親に引き取られても、飼い主がギブアップして戻ってきてしまうことがあるそうなんですね。そうでなくても、今問題になっているのが、飼い主と猫との信頼関係が作れずに家の中で人から隠れて暮らす、家庭内野良という状態になるケースもあって、そのどちらも不幸なことだと思います。そんな可能性のある猫には、去勢済みの印として、耳の先をちょっとだけカットして離すんだそうです。でもこの子を見てそのボランティアの方は、考え直したそうです。それはこの子の美しさで、こんなに綺麗な子は1年とか2年とか、時間はかかってでも、いい飼い主に巡り合って、幸せになってほしいと思ったそうです。いい飼い主かどうかは分かりませんが、そんな時にたまたま僕たち夫婦が運命的に出会ってしまったわけです。当然僕たちも目が合った瞬間にシャーッと威嚇されてしまいましたが、なかなかの迫力でした。でもこんなに不機嫌じゃ引き取り手もつかないなと思った時、僕たちはうちだねと意見が合いました。はい、出た。はい、こんにちは。はいはい。大丈夫、パパしてる。ずっとそこにいるね。キャー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 。今日はおとちゃまも見るから濃いです。はい、どうした。あれ、よいしょ、これを出て。はいはい、今日はいつにも増してシャーシャー言います。でもよいしょ、はい、はい、朝ごはんですよ。だって二人で撮っとくから怖いんだよね。大丈夫、これしてなかったし。お腹空いてんでしょ。空いた。ああ、ちょっと怖かったでしょ。ヤン君。でもいいもん引っかかれて。今日一番のシャーです。ああ、はいはい、そんなに？いや。いいじゃん、バスタオルちょっとうまくしょくしょになってんだもん。はい、まずお水ね。はい、どうぞ。はい。怒られちゃった。はい。いらね。ご飯にしようか。ご飯、ご飯。うい。うい。
かだこの辺にあるとかね。よいしょ。はい、進めるよ。来たの？ダメね。そんな来なくてもいい。さあ、じゃ。はい、ご飯どうぞ。ジャン君が我が家に来てもう5日が経ちます。このケージは、3階建てになっていますが、安眠できるようにご飯がちゃんと食べられるように、今のところタオルで幕をしています。この1階はこれはトイレと爪研ぎですね。ちょっと見るよ。最近ではこの3階でわりかしくつろいでいるジャン君です。2階には本来ここが、ご飯を食べる場所にしたいと思っているんですが、人の気配があると、食べませんので、ここは通過点に今なっています。だいたい夜中に、この下のトイレまで降りてきてトイレと爪研ぎをしています。ご飯は毎日朝9時と、5時に、しっかり時間を決めてあげています。少しずつですけれども慣れてきたらこのタオルを取って、人の顔が見える状態でもご飯が食べられるようにしたいと思っています。開きます。はい、おごちゃんくん。はい、また怒った。毎日飽きずに怒りましょ。よいしょ。はいはい。大丈夫だよ。よいしょ。よいしょ。また背中が。触っちゃうぞ。背中触っちゃうぞ。うん、水取ります。ご飯だよ。ご飯だからさ、向こうに。はい。なあ、こっちゃんの。はいはい。怖いか。
はい、お水。あれ、やっぱり俺がいないとシャア言わないね。でも朝でも一番にこうあげるとシャアって言うよ、私って言う。はい、ゆっくり食べてください。ジャン君はうちに来て半月が経ちました。ケージを囲ってたタオルも取れるようになって、まあまあこれでも快適に過ごしてる方です。ただ朝のシャアはこの通り。はいはい、今ご飯あげるね。はいはい、その怖い顔大丈夫だよ。
それで大丈夫。到着した。野良猫のジャン君です。野良猫を、保護して飼うっていうことがどういうことか、だいぶ分かってきましたので、ちょっとひとまとめしてみようと思います。この3階建てのケージというのを、家に入れるというのはボランティアさんから聞いて知りました。まあこの檻に閉じ込めるような行為っていうふうに思う人もいるそうなんですが、このジャン君にとってはこの中が自分の城ということになります。で、家がすごく狭いので、この3階建てにはちょっと抵抗があったんですけれども、まあこの子の場合は1年くらいこの中で生活するかもしれない、まあそれだけ人を信用してないということで、この3階部分ですね、ここが人間の目からするとちょっと、高い位置になりますので、ここで安心して生活すると。で、まあ、ジャン君からすればこの檻の外側が、まあ檻の中というか、人間が檻に閉じ込められていて安全に感じるっていうことだと思うんですが、ケージの2階部分、これは最初はここご飯の位置ではなかったんですが、一番安全に感じる3階のところにご飯をあげていました。で、今ではだいぶ慣れてきましたので、今この映像でもわかるようにカメラを向けても、威嚇しなくなりました。で、この2階部分でご飯を食べるようになっています。そしてこの1階ですね、ここはまあ今のところちょっと、まだ慣れていないので少しだけタオルで隠しています、まあここに降りてきてトイレを済ませて、まあ爪研ぎをしてくつろぐという感じなんですが、まあ近頃では夜中に、おもちゃを使ってここで遊んでいるようです。
かり会見がモデルなんです。会見だったのね。僕そうなの。お店で何だろうと思ったどうなんだ会見。怒ってます。怒りながら食べます。はい、また食べる。あと2つ食べるよね。はい、朝痛いね。はい、もう一個ね、どこ落ちた？はい、下から出てくるの怖い？はいはいはい。落ちたよ。はい、食べてください。気がついてないかな。痛いっていうの。はい。はい、どうぞ。それ落としたら食べられないって。はい。どうぞ。いて。もうそこから落ちるよ、ほら。はい。じゃん。いけんよ。どうぞ。はい。はい、よくできました。はい、大丈夫。はい、落としたのは自分で、ね、あれ、こんにちは。おいや、どうぞ。Thank you.
泣いた。はい。ジャン君。泣いたね。
ちゃんくんが家に来て4ヶ月経ちました、3ヶ月目と4ヶ月目はあんまり変わりはないんですが、ちょっと触ってみます。パンチが来ません。ちょっと怖がっているのはかわいそうですけど、だいぶこれでも進歩かな。いいよ、触らないよ、ね、これならいいね。はい、大丈夫大丈夫。はい、大丈夫よ。
なんでそんな、何そんなのじゃん。お尻を触ったのね。うるさい。はい、どうぞ。お腹は空いとったのね。うん。全然平気。しんくん、しんくん鳴ってさしたね。ママだと大丈夫かい？いいね、ちゃんと。あれ、全然です。俺が動いてくれないの。ちょっと目はね、うん、目はギョロリンってなってるけど。あ、でも今くつろいだ。
かかませしみて、ね、こんな感じ。あ、あいたたた。あ、怒ったな。なんか怒ったにゃ。一瞬しか見えない。できた。よく猫語で会話する？でも今日猫語じゃなくてもさ、泣いてるよ。泣いてるよ。返事した。返事したね、ジャン君。はい。グルグルなのか。はい。いいよ。お返事したね。グルグル言ったんか。グルグルか。ね。はい、じゃあジャン君お腹触りますよ。むずむず。むずむずむず。お腹チャンス。お腹チャンス。うん、いいね。甘えてるね、ジャン君。かわいい。ちょっと甘えたね。返してるよね。うん、ちゃんとキャッチボールしてる。パパと息子のキャッチボール。そんな感じなの。うん、うん、いいよ、ジャン君。うん。
一回ですか。ダン君。何？ジャン君は、じゃれるというか甘えるというか、そういうことを始めました。おかげで爪が伸びすぎているので、本人はね、そんなに傷つけるつもりはないんだけど、まるでシザーハンズのようにこういう状態になる。ちょっとやってみますね。普通に撫でてるだけなんだけど、今日は甘えるかな？えい。うん。今日はおとなしいかな？えい。えい。ちゃんと。じゃれて、まあ、手で掴むわけなんだけど、それをするのが今まではやっぱりちょっとこわごわだったんだよね。大丈夫かな、ここまではしてもいいかなっていうのがだいぶ進んできました。ただ人間の皮膚はこんなに薄いので、今のジャン君の爪の長さではちょっと傷が入ります。うん、はい、今日はじゃれないモードの甘えん坊さんです、うん、気持ちがいいんだね。うん、少し気がついたのは、暑い日にね、少しこうイラつくというか、じゃれ方が、あ、来た来た、これこれあれもうちょっとだったね。はい、なんだ、ヤン君、これは甘噛みです。ご心配なのね、甘噛みなのね。
はい。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 取れた、少しだ。昨日もしたからね。見てジャン君。